八神ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、というわけで皆さんどうもこんばんは。ヤガヤガヤしないラジオ第14回目の放送となりました。というわけでございましてですね、本日は8月1日の水曜日夜10時となりまして、いよいよですね、これが配信されている頃には8月に入りますというところでございまして、で実はですね、今回は結構ギリギリのタイミングでの収録になっておりまして、今あれですね、ちょうど台風が来ているですね最中に収録をしているんですけども、いやあれですね、7月はなんかいろいろありましたね、ほんとね。でまだね、7月だったのにあれじゃないですか、最高気温が40度を超えるっていうことがありましたからね、ほんとね、なんかもうちょっと落ち着いてもらいたいというか、なんか平穏が欲しいというかですね、もうちょっとゆっくりしてたいなっていうふうに思うんですけども、いやはや本当7月はいろいろとありましたね。本当にね、住まいとかね、住まわれてる場所によってはね、ちょっと怖い体験をしたりだとかするっていうのがあったんじゃないでしょうか。ちなみに言ってしまうと、今は私7月28日の土曜日に収録をしているんですけども、今日朝からですねゲーセンに行ってて、でまあ途中帰ってきてお昼寝してたんですよ、家でゆっくりと。でお昼寝してたら4時半にスマートフォンの J アラームが鳴ってしまって、自分が住んでるところが土砂崩れの災害がある可能性がある地域の人が近くにいるかもしれないから、そういう人はもう避難の準備をしといてねみたいな警告が鳴ってしまって、でそれでまあ起こされるっていうのがありましてですね、まあもちろんね、そのアラートが鳴ってくれること自体はとっても便利なことですし、まあアラートが鳴った上でね、何も起こらないのが一番幸せなことですから、そういうところで言うとね、特になんて言うんでしょう、鳴ったからうんってことはないんですけど、やっぱこの J アラートが鳴るってさ、テレビのやつとかもそうだけどさ、ちょっと不安な音鳴るでしょ、なんか再現を口で真似するのが難しい音鳴るでしょ、アラートって。あれちょっと怖いよね、毎回毎回思うけど、ちょっとあれドキッとしちゃうよね、なんていうようなね、ただの雑談じゃねえか、もう雑談するラジオなんだよこれねといったところでございまして、なんかねそういうちょっと怖いこともありましたけども、8月はね、さらにもしかするとね、夏がね、本格的になってね、40度なんていうのは目じゃないぐらいの暑さとかになってしまうような可能性もあるのかなとか思うとですね、なんか8月もうーっと思っちゃうところがあるんですけども、ただまあ個人的にね、8月は新しい企画の始動だったりだとか、自分の話ですけどね、新しいオフ会をやってみるだとか、いろんなところで自分なりにね動いているところがありますので、そういうところも含めてね、ぜひともね、その今後ともね、その8月もね明るい月にできたらなっていうふうに思っております。な八神ハヤテがお送りしますヤガヤガヤしないラジオでございますが、今回も八神のちょっとした小言に付き合ってくださいね。というわけで今回も本編スタートでーす。八神ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたとフリートークのコーナー。はい、というわけでいつも通りやっていきましょう、ふつおたとフリートークのコーナーでございます。というわけでですね、こちらはですね、毎回ツイッターで流させていただいております専用フォームからいただいております皆様のお手紙をですね読ませていただくといったコーナーとなっております。というわけで今週も早速やっていきましょう。というわけでございましてですね、トップバッターは相変わらずこの人というわけでございましてですね、1つ目の便りはペンネームケサランラパサん、そうケサランウサなんだケサランナサパさんからいただきました。後で個人的に体育館裏なね。というわけで日常報告でございます。家と職場と水仕事をするので、ついうっかりするとすぐパックリ割れができちゃいます。まあ痛い、ヤガミンはうっかりするとこうなっちゃうなんてデリケートなことはありますか、というお手紙いただきました。ありがとうございます。なんだろう、基本的にガサツなの、基本的にガサツなので、ヤガミンね、頭の皮膚がすごい弱くて、ちょっと油断するとすぐにね赤くなっちゃうのね。なんだけど、もう今日なんか布団もちろんシャワーでいいや、めんどくさいなーなんていう日に、もうなんかシャッシャカシャッつってシャンプーをさ、シャッシャカシャッつってシャンプーリンスやってパーンっつってさ、終わりーっつって上がった時によく頭痒くなんだよね。ほんとね、これはね、俺全体的に皮膚が弱いんですよ。なんかダニとかにもすぐ噛まれちゃって、すっごい体中赤い斑点できちゃうとかっていう風に、全体的に皮膚が弱くて、だからね、この皮膚が弱いっていうのはもう昔からのコンプレックス、かつすごいデリケートにですね物事を考えるなんかきっかけになる日
日ですね、毎回毎回。なんでね、もうね、ここら辺はなんかいるじゃない、すぐ寝れるやつとさ、全然皮膚強いやつ。あれ羨ましいね。俺寝るのも神経質だからさ、寝ちまえばこっちのもんなんだけど、寝るまでが神経質で、物音とかがすると全然寝られないの。だからね、そう考えるとね、なんだろう、ずぶとい人って羨ましいよね。俺がそれができないから、基本的に何て言うんだろうね、ちょっと気にしいな部分もあって、なんかそれこそさ、なんかちょっとまあね、知ってる人もいると思うけど、まあまあ何だろう、言葉選ばなきゃさ、デブみたいな感じというかさ、横にふっくらしてるからさ俺。だから電車乗ってる時とかに、横に女性が来る時とかも毎回うわっつって、横に女性座っちゃった、なんか生きててごめんなさいって毎回なるの毎回なるのね。だからね、そういうところがね、非常にね、デリケートだからね、ずぶとい人羨ましいなというふうに思ったりすることが多くございます。それでは続いてのお便りです。というわけでございまして、続いてのお便りはですね、八重坂逆さんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとした質問です。青葉若葉の候、平素は格別のご後輩を賜りまして、厚くお礼も御礼申し上げます。冒頭あえて堅苦しくしたら面白いかなとか思いました。難しい漢字並べないで八神さんにお手紙を出すのは2回目となりますね。よろしくお願いします。突然ですが、私は昔から靴下が大嫌いです。やむを得ない場面では履きますが、基本は真冬でも裸足にサンダル、裸足にスニーカーで生活しています。私が小学生の頃も裸足大好きな子供だったので、学校では登校時にいろんな理由をつけて靴下を履かなかったのですが、厳しい学校だったため、よく先生に靴下を履くのも制服の一部だから履きなさいと怒られていました。当時ある番組で、〇〇小学校は健康のために裸足生活を裸足で学校生活してますと、いわゆる裸足教育をしている番組を見て、その学校は天国じゃないかと思いました。後日小学校で友人にその話をすると、はぁと怪訝な顔をされ、その裸足教育とやらを導入している学校のどこが天国なんだといった趣旨の質問をされました。私にとっては裸足で過ごせるイコールハッピーだったので、当時はその質問をされる理由が全く分かりませんでした。ってわけで八神さんに質問です。八神さんにも周りに理解されないけど自分が幸せを感じられることって何かありますか？あー、なるほど。これはね、なんていうのかな、ラジオとかで言うと綺麗事に聞こえるかもしれないから、なんか微妙な話かもしれないんだけど、まあ長いことね、もう今こうやって認識していただいて、どうも八神隼人です、やっぴーってやってるじゃないですかね。やがちゃっちゃっつって、やがちゃっちゃっつよ、やがちゃっちゃね、やがちゃっちゃっつってやってるじゃないですか。なんですけど、これをですね、 YouTube で動画とか投稿してない人に理解してもらえないんですよ、この趣味っていうのが。だから例えば自分の場合だと、それこそね、お気に入りをしてもらったとか、コメントが来たとかね、ニコニコ動画にコメントしてもらってるチャンネル登録者数が増えたとか、こんなもん、まあ正直言うと1に一喜一憂してる人間なので、YouTuber みたいなね、まあ俺 YouTuber のつもりは全くないんだけど、 YouTuber っていう括りだとして見た場合って、ヤガミって完全に何でしょう、まだまだひよっこもいいとこなんですよ。卵からかえってねえんじゃねえかみたいな説があるぐらいの状況なんですね。でその中でやってて、なんかたまにさ、ヤガミは YouTube 何が楽しいのみたいな、いやだからその動画投稿してるのも楽しいし、動画見てくれた人がリアクションしてくれたりとか、動画見てくれた人の時間が潰れるのがすごい楽しいんだけどみたいな話をするんですけど、なんだけどやっぱり、でもそれってさ、金になんないんでしょ、なんでやってんのみたいな、趣味金になんなかったってやんじゃんみたいなね、趣味はね、そのお金にならないものは何でしょう、やっちゃいけないっていう法律でもどっかあったら教えてくれよ、第何か条やみたいなね、ところがあるんですけど、これなかなかね、理解してもらえないですね。あとなんだろうな、理解されない嬉しいこと、あれだね、ガジェットを買うかな。なんかそのなんだろう、 Bluetooth キーボードとかも何でもいいんだけど、なんか iPad とつなげるとか、そういうなんかね、こまごました機械周りを買うのがすごい好きで、ガジェットっていう通称言うんだけどね、そのガジェットを買うのがすごい好きなんだけど、誰からも認められないし、嫁からもやめてくれって顔しかされない。そんな無駄遣いするなみたいな、無駄遣いって言わなくてもいいじゃんみたいなね、毎回毎回なるんですけども、っていうところはありますかね。まあね、でもなかなかね、やっぱね、他人に理解されないことっていうのあると思うんですけども、この前テレビ番組でちょっといい話があって、みんながやってる当たり前のことってあるじゃないですか。みんなの中で当たり前デフォルトになってることって いろんなところにあると思うんですけど、それってなんて言うでしょう、みんなの LINE をなぞってるだけなんですよね。
で、例えばだけど、その靴下をね履かないっていう、靴下を履かないことによって何が生まれるかはさておきだけど、例えばそういうものが何か向いている仕事とか、ね、例えばそのコーディネートの中でね、靴下を履かない、例えばコーディネートをするようなお仕事をやってるとか、そういう風になった時ってなると、急にみんなは同じことをやろうとするの。なんか同じようなことばっかりやろうとして、同じようなことばっかりを突き詰めようとして、同じようなもののスキルを向上させようとしてる。だけどその人はそのものに対しては点で弱いけども、でも実はこういう要素に関してはすごい強いみたいなことがあったりすると、その瞬間にそれってナンバーワンなんですよ。で、例えばありがたい話でね、たまにいらっしゃるの、八神さんのトークを聞いて八神さんみたいな実況者になりたいと思いましたなんて、やめとけやめとけって思うんだけどね、もうやめとけやめとけ、今実況者やっても人気なんか出えへんぞっつってねって思うんだけども、っていうようなコメントをもらった時とかに、その子がさ、八神を目標にしてると、八神は八神なりに前に進むじゃない。で、その人は俺の背中を見るからずっと八神が一番なの、二番手以下になっちゃうの。だけど誰もやってないところのものをちょっとだけ突き詰めてやった時って、いきなりそれのトップになれるの。だからね、何かの物事に対して優れようとするのではなくて、誰かと違うことを突き詰めてもいいんじゃねえかっていう言葉で、優れるな、異なれっていう言葉があって、もうこれ聞いた時にね、なんかズキューンってきて、あ、いい言葉やなと思って、いい言葉やなっつって、なんかだってね、なんかそういうことがあったので、意外とね、なんだろう、他人に理解されないけど自分が幸せを感じられることとか、自分が好きなことってのはなんか全然あっていいんじゃないかななんていうふうに思ったりしますよ、なんつって。というわけで続いてのお便りに参りましょう。続いてのお便りはゼロさんからいただきました。ちょっとした質問です。こんばんは、ヤガミンね。最近は様々なゲームがリメイクされていますが、ヤガミン自身リメイクを望む作品はありますか？自分はプレイステーションのアークザラットです。これから暑くなりそうですが、熱中症に気をつけて頑張ってください、というお手紙でした。ありがとうございます。まあね、まあね、暑くなってきたって話もした後のお手紙だからね、もうまさになんかジャストフィットよね。リメイクしてほしいタイトルか、難しい質問だね。なんかね、リメイクしなくていいから出してほしいタイトルは、私の中では任天堂64の風来の試練2かな、試練城かな。あれはもう何にも、なんだろう、肉付けしなくていいから、そのままありのままの姿でもう一回出してほしい外でも気軽に遊べるコンテンツみたいな、スイッチとかで出してほしいね。バーチャルコンソールみたいな感じでね。思うんですけど、リメイクってあるじゃないですか。毎回毎回ね、これね、思うことなんですけど、リメイクってすごい難しいことで、みんなが幸せになるリメイクなんてこの世に存在しないんですよ。なんでかっていうと、解雇中っていうのがいるからね。昔のままのことやってほしいってやつがいれば、昔のままじゃ今の人たちに刺さらないでしょ、新しいことを追加しなさいよっていう人がいて、だからどっちかをやったらどっちかの人に怒られるんです、絶対に。だからメーカーがね、よくリメイクするのを見てね、またリメイクかよとか言ってる人いるんですけど、いや、それって実はすごい英断で、リメイクをするって決めること自体がすごいカロリーが高いことなんですよね。って考えた時に、もう毎回毎回すごいなと思いながら、だからそれこそね、今で言うとね、バイオハザード2のリメイクがね、随分ともうなんかその絵とかも含めて発表されましたけども、あそこら辺とかも見ながらね、すげー大変なことやってんな、カプコンとか思いながら見てたりするんですけども、なんでね、そう考えるとなかなか難しいですよね、リメイクっていうのもね。あとね、リメイクじゃなくてもいいから、どこでも一緒の新作出して、いい加減、何年待ってんのこっちはぐらいね、トロに言葉を教えて、なんかそのトロの言葉を見てるのがもうすごい好きなのね。ねねねね、はやてはやて、聞いて聞いて、あのね公園でね、加納美香がイチローとキャッチボールしてたのにゃって美香様みたいな、もうそれだけで楽しいからどこでも一緒の新作をね、出してほしい、早くなんかね、トロがね、ずいぶん前から、なんていうんですか、金使うコンテンツになっちゃった感じがあって、なんかあれがね、ちょっともったいないなと思いながら見てるんですけどもね、といったところでございました。捉えてる、それではさらに続いてのお便りでございますとね、いうところでいただきました。こちら、ゆきのさんからいただきました。ちょっとした報告です。ありがとうございます。ヤガバンチャです。ヤガバンチャ、ヤガチャチャ。この前は人生相談に乗っていただいてありがとうございました。ヤガミさんの言っていた方法、間に合っていて、やっていたツイッター等でみんなにこうすると宣言するといいということね。部屋の掃除に関しては、綺麗だった時を思い出しながら、なんとかそう少し掃除を進められて居心地が良くなりました。いいアドバイスありがとうございました。あれですね、
なかなかね、やることに対してうだつが上がらない、どうしようみたいなね、ご相談いただいた時にね、他人に怒られるところを作っておくといいんじゃないみたいな話をしたやつですね。で、宣言したことに関しては来月あたりから少しずつ頑張っていこうと思います。仕事に遊びに予定だらけで忙しいのは相変わらずですが、前に生放送でお話ししたみんなでマイクラしようっていうのをいつか実現してもらいたいです。昔は4人くらいでわっちゃ楽しくやってたので、最近はぼっちで時々遊んでみますが楽しくないです。ぜひよろしくお願いしますと。これですね、毎週金曜日の夜の10時からやっておりますヤガチャガチャンネルっていうね、生放送、要は今こうやってお手紙を読んでいて、あくまで私が一人で収録してるだけなんですけども、皆様からのコメントをいただきながら、そのコメント拾いながらっていう風にやっているヤガチャガチャンネルというところでですね、この雪のさんからちょっとご意見というか、コメントいただきまして、あ、マイクラ今度みんなでやりたいねなんていう話をしたんですよね。やりたいねって、もうね、やろうぜって俺が言ったという時点で、俺がやろうぜと言った時点でね、やってくれたらいいなと期待をさせたのであれば、その時点でなんていうのかなちょっと責任があるんですよね。それなんか、その気軽に言うことは構わねえよ、別に。なんかあれやりたいな、これやりたいなって言うことは構わない、何やっても構わない。だけどそれこそ自分なんかは、どうも矢上隼人です、みんなよかったらチャンネル登録してね、見てってねっていう風にアピールをしてる人間じゃないですか。もうこれをやってるっていう時点で、そのアンテナを、あ、じゃない、スピーカーを持ってるんですよ。スピーカーを持ちながらみんなに声を呼びかけてる人間がね、気軽に言ったことの約束を守らない、もうこれはね、正直ギルティーもギルティーなんですよね。なんでね、このマイクラ会みたいもね、みたいなのもね、やりたいですね、これやりたいですね。みんなでね、スマートフォンとかプレステ4以外は全員入れますから、スイッチ、 XBOX、 パソコン、あとスマートフォン、これがね、みんなで集まれるっていうのは、これだけでも楽しいですからね。これはいずれやりたいですね。今年中に絶対やりたいなっていうふうに思ってたりします。というわけで、さらに続いてのお便りでございます。というわけで、続いてのペンネームは作りメールさんからいただきました日常報告です。ありがとうございます。矢上さん、おこんばんはです。いつも楽しく動画を拝聴させていただいております。自分はアニラジと言われる声優がパーソナリティを務めるラジオをよく聞いていて、お布施として T シャツやタオルなどの番組グッズを買うのですが、あまりにも多すぎて収納場所に困ってきました。もし矢上さんやリスナーの方々にアニラジ特有のクソダサ T のうまい着こなし方や収納術をご存知の方がいらっしゃったら、何卒ご教授をお願いできますでしょうかというお手紙でございます。ありがとうございます。私もね、昔聞いてましたよ、アニラジ。大量に聞いてましたよ。てか今でも聞いてますけどね。まあ今でも聞いてるって言っても、パーソナリティは随分絞っちゃってるので、皆さんと聞いてる放送があんまり被らないかも知れないんですけども、でもやっぱり自分がラジオ好きってなったっていうところの一つの DNA はアニラジがすごい強くて、その声優さんが面白おかしく話す20何分間の軽快なトーク番組、あれが面白くて俺もラジオやってみたいなって思ったところも非常に強くあるので、このアニラジが受けた影響は非常に多いですね。ちなみにね、あれですよね、矢上のちょっとした高校と付き合ってくださいねっていうのは、分かる人だけ分かってくださいね。ゆかり、言っちゃったらね、ゆかりの小さないたずら許してねみたいなところですよね。まあだからそこら辺のね、だからそのうちあれですよね、というわけでね、本日も矢上の小言を許してね、あなたのハートにエンジェルビームとか言うかもしれないわけですよ別にニコニコと YouTube でやってるラジオでエンジェルビームとか言っても許されるでしょ別にこれぐらいでも怒られないでしょね。分かる人だけ笑ってくれれば十分ですとね、というところでございまして、っていうのがあったので、昔はグッズとかも買ってたんですよ。でそのグッズってね、やっぱね、なかなか普段着にするには厳しいんですよね、正直ね、厳しいんですよね。もうこれはね、前から言ってるんですけど、まずもう普通に着こなしたかったらどうしたらいいか、ゲーム業界に勤めるゲーム業界にいるやつらみんな服ダサいの。こんな言っていいのかな、こんなことわかんないんだけど、みんな服ダサいし、みんなキャラものの服着てるし、みんな何それって服を着てるから、別にもうアニラジの T シャツを着てることが何にもギルティーがない。もうね、それを着ることでね、それを咎める人間はね、ゲーム業界には一人もいないね。だからね、そういう風な服を着るといいんじゃないとかと思ったんだけど、ね、じゃあゲーム業界に行くにはどうしたらいいですか、教えてくださいっていう堂々巡りになるからね。で次なんですけども、次ね、そのアニラジ T シャツの着こなしの次は運動着ですよ。運動着に使うを私は個人的にすごい押させていただいておりまして、引っ越した時にね、結構捨てちゃったんですけども、その昔のグッズの T シャツとか、基本的にはグッズ T シャツは私本当運動着にしてましたね。ジム行く時とかも、その要はもうあれですよ、アニメのアニメじゃない、ラジオのロゴ書いてあるね、T シャツとかで普通に行って、どうせね、運動してね、がっつり汗かいたらね、もうそれはもうなんかもうランニング T シャツに見えますから。まああれですけどね、すげえ可愛らしい女の子の絵が描いてある T シャツとかを着ながら、なんか
ランニングマシンとかで走ってたらあいつやべえぞってなるかもしれないですけども、運動着、外の運動着とかだったらいいと思うし、あとはやっぱ運動しながら汗もかいてね、代謝を良くしようとするとやっぱ上にジャージとか羽織ったりしますから、その場合 T シャツとかって基本的に中に着込むじゃないですか。だからそういう時もね非常に使えるんじゃないかなというふうに思います。収納術に関してはね、収納しない方がいいです。なんでかというと、どんどん過去の異物になっていって、そのうち捨てちゃうから、目に見えるところに飾っておいた方がいいと思います。ね、これ完全に俺の話ですけどね。というわけでございまして、そんな感じでよろしいでしょうかというところでございます。さあ、さらに続いてのお便り参りましょう。続いてのお便りはペンネーム山山さんからいただきました。ちょっとした質問でございます。どうも山山さん、やがちゃっちゃ、ね、10回目放送拝聴しました。この10回目は今までで一番ツッコミどころがありました。ホラー好きじゃないの、いや、ライターなど PC に向かって喋ってしまいました。かっこ一人暮らしの OL か。ちょっとした質問です。実は先日、山々は会社のスポーツ大会にて 100m リレーのアンカーとして走りました。走り終わってびっくり、なんと息切れ、動悸、めまいが3つ同時に襲ってきました。これが老いというやつか。矢上さんは運動に限らずちょっとしたことで自分の老いを自覚させられた瞬間はありますか、というお手紙です。ありがとうございました。これね、ある。ある。矢上の場合なんだけど、ゲームセンターとか、あとたまにその、なんていうのかな、ゲームカフェみたいのがあるんだよね。テレビゲームが遊べるようになってますよみたいな、なんかカフェみたいなところがあったりして、そういうところに行ったりするんですけど、で、そういうところに行ったりして、知らない人とかと交流取ったりすることがあるんですよ、急に。もちろんあっちも矢上なんて知らねえから、なんか、あ、どうもこんばんはとか言いながら、あ、何のゲームやってんすかとか言いながら、そのゲーム談義に花が咲くみたいなことがあるんですけど、若い子うまい。みんな若い子うまい。もうね、正直この年齢のやつがね、追いつくの難しいね、最近のゲームとかはね。まあ頑張ってますけど、まだね、みそじぐらいはまだまだいけるやろっつってまだやってますけど、音ゲーが特にきついですね。7月の26日にね、セガから新しく音劇っていうゲームがね、はい、ゲームセンター、全国のゲームセンターで稼働開始しまして、で今この音劇を非常に頑張ってるんですね。ランカーになれるように、毎日自分の腕前がねよく高くなるようにっていうのをね意識しながらプレイをしているんですけども、使うボタンが多いんですよ。赤、緑、青の3つのボタンが左右にあって、どっちも対応してるんです。要は画面に赤が流れてきたら左の赤を押してもいいし、右の赤を押してもいいし、ただ赤が2個流れてくるときがあるんですね。赤が2個流れてきたら両方の赤でパーンっつって、でさらにこれがね怖いところなんですけど、右と左にまあ壁があるんです。そのボタンが3つあって、右と左に壁があるんですけど、壁にボタンがついてるんですね。だからそのダカ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 って押しながら、その右の壁のボタンが来たら右の壁を殴るんですよ、ガーンっつって右の壁を殴るんですよ、もはや。で右にボタンがあるから、そのみんなもね今ね両手を前に出してさ、この両手を前に出したのをこの手のひらを外側に向けたらさ、壁のボタン押せると思うでしょ、押せると思うじゃん。だけどつい 0.6 秒ぐらいまで目の前にあるそのボタンを押してるわけよ。その瞬間に画面見てたら壁のボタンが来るわけ。その瞬間に手首をひねってパンってやるかって、やらないじゃん。もうじゃあどうなるかって言ったら、もうガガガガガの瞬間、もう右手をグッと握って、で右のさ、なんかちょっとなんていうの、右手のさ、なんか右手も左手もそうだけどさ、なんかグーにするとちょっと出っ張ってるところあるじゃん、そこら辺で壁をガーンってやるわけで、それはね、なんかね、別にゲームを乱暴に扱ってんじゃなくて、みんなそうなってるわけよ、もうゲームの性質上。もうね、それをやりながら体が追いつかねえと思いながらやるし、体のその何、壁を打つところの手が痛えの。今も今日もさ、朝2時間ぐらいやってきたんだけど、未だに痛えの。今収録してんの、これもう12時過ぎてんのね。もう今7月29日の日曜日に入ってんの今なんだけど、もう未だにヒリヒリすんの。明日やりに行きてえけど俺手大丈夫かなみたいなね。もうこういう時にね、若い子が警官にパーンやってんの見てるとね、なんて言うんでしょうね、若いっていいなって思いますね。まあこんなこと言ってたらね、他のリスナーさんにね、若、お前十分若いやろなんて言われたりすることがあったりするわけでございますけども、でもやっぱり若いっていいなって思っちゃいますね、といったところでございまして、本日最後のお便りかな、というわけで続いてのお便りに参りましょう。いつがわひさめさんからいただいております。ちょっとした質問です。やがみさん、やがちゃっちゃ、やがちゃっちゃ、暑い日が続いてますがいかがお過ごしですか。私はお弁当を家に忘れたり、クーラーに当たりすぎてお腹を壊したりと、平和的な災難が起こっている今日この頃です。いい感じね。この間ローソンに入ったら、お財布ポンタカードという名前のプリペイド式クレジットカードがありました。通販とかで小銭の用意等を考えなくていいとなると便利になったなと思います。そこで質問なのですが、矢上さんが前より便利になったと思うことはどんなことですか。ちなみに私は蒸気プラス通販
ね、通販の、お店で靴下が下手すると、あ、靴か、靴が下手すると1000円未満で買えてしまうことです。あ、それ安いね、靴が1000円未満いいね。ヤガミ基本的に靴すぐ履き潰しちゃうタイプだから、靴が1000円未満で買えるとかはね、すっごい魅力的に聞こえるね。いいねいいね。でですね、ヤガミが最近便利になったなと思うことっていうのは、これも2年前ぐらいからずっと思ってるんですけど、アップルウォッチね。アップルウォッチ、アップルウォッチね、よくいらないでしょうなんていう人がいるんですけど、アップルウォッチがあると、まずまあ基本的に男なんてね、だいたいスマホってポケットの中に入ってるんですよ。ポケットインですよ、画面が見えないんですよ。でブーブーっつって急にバイブレーションが鳴って、誰だっつってポケットから取り出して、あーなんだメールかとか、あー LINE だみたいなのを気づくんですよ。なんだけどブブブっていうのがなくなるんですよ、アップルウォッチしてるとね。アップルウォッチがブブブってなって、なんだと思って自分の方向にグッて手首を返すと勝手に画面がついて、でまあ例えばだけど LINE だったら誰からなんていう LINE が来たよとか、 Twitter のリプライ何々が来たよとか、 YouTube のお気に入り登録があったよみたいなのが全部左腕に来るわけですよ。まあ、私時計左腕派なんですけど、でだからスマホを取り出さなくても通知が見れる。だからその場で終わる通知もあるし、そこの場で終わらないで、あ、それはちょっとスマホ出さなきゃみたいな通知もあるので、その無駄スマホ出しがないんですよね。分かる人しか分かんないけど、ラーメン屋の一覧からのメルマガが多いわけ。ブブブ、なんだろう、一覧だってのがすっげー多いの俺。だからそれがなくなってね、そのアップルウォッチでパッて見ながら、あ、このメールはもういいや、このメールは後で返信しようみたいなのが全部ねアップルウォッチでできちゃう。そしてもう一個、定期券がアップルウォッチでできちゃうんだよね。定期券とかスイカとか。だから自分の場合は電車に乗ろうとした時には改札にアップルウォッチをピッてかざして、そしたらもうバタンって改札が開いて中に入っていくっていうのができるんだけど、これがまあ便利ね、ほんとね。だって荷物とか持ってたりだとかさ、ね、手が塞がっててもさ、腕をちょっとクイッてさ、改札のそのスイカのさ、タッチ&ゴーのところにピッてしたらすぐに改札がパカーン開くでしょ。あれは毎回便利だなと思うね。なんかすげえなって思う。なんか腕時計にさ、そのメールとか情報が届いてさ、あまつさえさ、支払いがさ、腕時計かざしたらとかさ、なんか電脳化の世界じゃんみたいなね、毎回毎回驚いたりしますね。だからなんかね、なんだろう、自分たちが思ってる以上にね、実はその技術っていうものがどん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 進化していて、なんかどん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 近代化してるっていう風に考えると非常にすごいなっていう風に思ったり毎回しますね。ここら辺はね、毎回毎回驚きつつね、やっぱそういう進化ってね、まあよく言いますけど、年取っていくとね、否定的になるとかっていう風に、まあ一般的にですけどね、言われたりするので、私はやっぱりね、30迎えましたけども、相変わらずアンテナはもうビンビンに張り巡らせて、新しい技術が来たらすぐにそれをちょっと取り込んで、自分の生活が豊かになる、まあライフハックとか言ったりしますけどね、自分の生活が豊かになることに関してはどんどん受け入れて、寛容的に受け入れていきたいなっていう風に思うんですけども、やっぱりね、いつかね、なんだろう、自分の頭の思考じゃそれに追いつかないとかってなったりするのかなと思ったりするとね、なんか徐々に年取るって怖いなって思ったりする部分もあるんですけども、そこから見えてくる柔軟さとかね、新しいものもあるからね、なんか一長一短というか、どちらがいい悪いっていうのもなかなか言えない話ですよね、なんつって。この前免許の更新行ったらさ、なんかジジババは事故るもんだから気をつけろみたいなこと言ってさ、そこまで極端に言わんでもって思いながらね、ずっとね、なんか眉毛を八の字にしながら、このビデオすごい攻撃的って思いながら見てた。なんか年取って元気な人いるじゃんみたいなね、っていうところのございまして免許を最近更新しに行きました。矢上隼人がお送りしました普通だとフリートークのコーナーでございました。とさ、矢上隼人のやがやがやしないラジオ。はい、というわけで気づいたらもうエンディングのお時間ですね。やっぱね、お手紙をね読んでるのはすごい楽しいの、毎回毎回。なんかなんて言うんだろうね、このお手紙が届くじゃない、こっちに。でお手紙が届くんだけど、そのお手紙ってすぐに読めないんだよね。やっぱりちょっとこの1ヶ月ぐらいのラグが生じるでしょ。みんなも聞いていて思ってると思うけど、っていうさ、なんていうのかな、なんか時間をかけてる交換日記をやってるような気持ちになって、だから毎回毎回このねお手紙っていうのを読む時間っていうのはすごい私にとって幸せで楽しい時間で、だから本当ね、やがやがやしないラジオの収録はね、毎回毎回すぐ終わっちゃうんだよね。もう終わりっすかみたいなあ、もう終わりっすかみたいに毎回なってるね。だって最近音楽流してないでしょ。これ音楽流してない理由ももっと喋っててからだもんね。一人でパソコンに向かってね、マイクの目の前で喋ってるね、なんか味噌汁の男っていうね、
あ、文字にすると悲しいね。というわけでございましてですね、やがやがやしないラジオでございますけども、こちらは毎週水曜日の夜の10時から放送しております。さて、ここでお知らせでございます。というわけでございましてですね、今ですね、やがりティクスというコーナーで皆さんから LINE スタンプ案を募集していると思うんですけども、この LINE スタンプね、ですね、この今やがやがやしないラジオというところの表に出ているイラストも全部そうなんですけども、あの、私の絵をよく描いてくれている三田太郎先生、三田太郎さんっていう方がですね、いつも私のですね、このアイコンとかいろんな、あの、可愛らしい絵を描いてくれてるんですけども、今回のやがりティクスがですね、その三田太郎先生の描く LINE スタンプ第2弾の、企画案をみんなで考えようというものになっておりまして、で、ここなんですけども、そういうね、お話をしているのに三田太郎先生にお伺いを立てずに、話を進行するのはいかがなものかというところでございましてですね、自治会の第16回、んちょっとこれ、あの、ごめんなさい、もしかしたら初版の事情でもつれ込むかもしれませんが、16回ないしは17回から2週ぶち抜きで三田太郎先生にですね、なんとやがやがやしないラジオ初のゲストに来ていただいて、一緒にあれやこれやということをお話ししながらですね、やっていこうかなというふうに思っておりまして、というわけでございまして、皆さんのですね、いつも送っていただいている普通オタなんでございますけども、やがみに対してのちょっとした質問でもいいですし、三田太郎先生に対するちょっとした質問も、OK しておりますので、ぜひともですね、そういう何かしら気になるようなことがあったよなんていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひともあのこちらの方にもお手紙を寄せていただけるといいのかなというふうに思ったりしておりますね。で、みな、あの、三田太郎先生もね、あの、交えて皆さんからいただいております LINE スタンプ案のこちらをですね、ちょっと詰めていきたいなというふうに思っておりますね。あの、イラストがフィックスしましたらね、そこからはね、あの、ちょっとまあ何ヶ月間かの制作期間を置かせていただくことにはなると思いますけども、その時にはですね、皆さんが考えた案が三田太郎先生がですね、あの、いつもらしい可愛らしい世界観のイラストを起こしてくれて、結果としては皆さんのお手元に第2弾の LINE スタンプが届くなんていうようなことができるかと思います。あの、やっぱりね、あの、前から言ってるんですけど、矢上隼人も所詮一般人だと思ってるんですけど、でも LINE スタンプの案を誰かに送って実際 LINE スタンプになるっていうのはなかなか体験できることじゃないと思うんですよね。なんで、そういうところのね、なんか面白い体験とかをね、一緒にできればと思っておりますので、皆さんからのやがりティクスも三田太郎先生の質問も引き続きお待ちしておりますなんて話したら、もうお時間となってしまいました。というわけで、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお会いで私矢上隼人が送りました。あれ、なんだってなんだって時間が、あれ、もうちゃんちゃらんちゃ、お疲れ様でした。シューネクサヨセイちゃん、バイバイおやすみなさい。